運行時間をご案内いたします。 JR 内陸線行きシャトルバスは16時10分、16時50分のご覧の運行となります。 JR 内陸線行きシャトルバスは内陸線直接での運行となり、中央内陸線から運行いたしません。ご了承ください。なお、今シーズンも JR 高崎行きシャトルバスの運行予定はございません。また、便数はお客様の運行することに伴い変更の可能性もございます。改めてご了承ください。